鬼滅のユトピーの問い合わせです。今日紹介するのはこちら。SH フィギュアーツのレッドキングでございます。はい。全然赤くはない体をしているレッドキングもフィギュアー化しましたね。だいぶ待たされましたよ。この小顔なね、レッドキングのボディをしっかり再現しておりますよ。体重圧ってあんまり付属品ない印象ですが、今回はこの岩も付属するということで、遊びの幅も広いんじゃないかなと思います。今回もバカデカな箱でね、保存しておくのが大変でございます。よと。 はいはい、レッドキング。それでも内容はやっぱりだいぶシンプルそうですがね。ということで、これがレッドキングでございます。顔ちっちゃいですね。まう非常にウルトラアーツなのでね、再現度は高そうですね。じゃあ細かいとこ見ていこう。はい、まず小顔はこんな感じでございます。非常に小顔なレッドキングの頭部を再現しておりますね。黒い目は塗装で、この周りのシルバーの塗装もねしっかりされておりますと、質感の再現度は良好ですね。いい感じですわ。造形は も問題はなさそうですねちょっと鱗のようなモールドも入っておりますよと。後頭部のこのゴツゴツ感もいいですね。まあ、牙とかもしっかり造形されておりますし、口の中も塗装されてますね。こんな感じで開くことができます。めちゃくちゃ開くね、口ね。ちゃんと下まで造形されておりますね。ああ、いいね。あんまり開きすぎるとジョイント見えちゃうので、ちょっと不格好だけどね。で、首はこんな感じでございます。細かく分割されてるので、ある程度はね、ポージングで窓域も 覚悟されておりますと、溝のこのブルーのラインも、ね、しっかり塗装されてますね。で、ボディはこんな感じでございます。この樽みたいな体型のね、レッドキングのボディを再現しております。やはりブルーのグラデーションも非常に綺麗ですね。で、腕がね、太くて長いレッドキングのこのね、腕を再現しておりますと、ここも造形とか塗装は問題はなさそうですね。細かく分割されてるので、ここもまたポージングに役立ちそう。交換用手首パーツはこの握り手首が1組、組。 付属足はこのようになっております短くて寸胴ね足を再現しておりますがここも造形は細かいですねこのゴツゴツ感の、ね、表現が素晴らしいと思います キングのの足っっっななってててここんんなななににるだねちょとと可愛い背中見るとこのようになっておりますはいはいとここのねゴツゴツしたでっかい背中のね体表とかも再現しておりますで尻尾はねこんな感じで結構太いんですよねはいはいここも塗装がしっかりね先っぽまでされておりますとここも分割でボールジョイントなので細かく表情付けができます ということで SH、SH 響きやつギアレッドキング、細かく見ていきやした。かっこいいね。レッドキングもアーツでございますよね。何年待たされたんでしょうね。と。まあ、やっぱり、つぶら屋のね、監修が入ってるということで、再現度も非常に高いですね。このゴツゴツした体表の表現よね、いびつな形が当たり前のね、ウルトラ怪獣のスーツですからね、これをしっかり造形してるのが素晴らしいですよ。まあ、僕ももちろんね、レッドキングのスーツを細かく見たことがあるわけじゃないんですが、でも雰囲気はね、 ししっかかり表現してるんじゃないかないいと思います素晴らしいよということでカードはい見ておきましょうまず首の回転ここはねやっぱボールジョイント結構細かく分割されているので非常によく動かせますよと結構ね口がねゴリゴリにずれるどころか頭が1回転しますこれはね頭のね上部分だけがねボールジョイントでね接続されてるのでこういう動きになるんですよね特殊すぎるんですよで腕はこんな感じでまあちょっと水平は厳しいかパーツの干渉が多少ありますからね肘もこの ぐらあ、簡単に手首取れた。まあでも怪獣なのでね、そんなに動かなくても問題はないとは思いますけどね。岩持つ分には問題はないのかな。しっかり上には上がりますからね。で、腰の回転も、まあそこまで広くはないですね。なんか引っかかったな。で、開脚は前後左右で り開くことができるここはめちゃんこ優秀。膝あんま曲がんないね。ここは仕方なし。設置性は若干ながらでも左右に動きますね。レッドキングはね、もう非常にウルトラシリーズによく出てくる怪獣で、最近でもウルトラマンブレイザーに出てきておりましたからね、その前もデッカーに出てきていたりしてたので、マジでね、登場頻度高いんですよね。なので非常によく見る怪獣ではございますが、握り手首付属するので、パワー押しなね、ダイナミックなポーズもできるのが、今回のウル ドラー,アーツのレッドキング嬉しいところでございますよ。構えポーズみたいなのもできますからね。いや、いいね。表情豊かでさ、めちゃくちゃ顎がずれるけどね。で、手首パッツも割と外れやすいところではあるので、まあでも交換しやすいというところではあるので、その辺はいいかなと思いますね。この <laughs> 顎ずれすごいな。腕も長くて足の可動域も優秀なので、こんな感じの走るレッドキングも楽しめちゃいます。素晴らしいね。怪獣アーツでここまで動くのもマジで珍しい。はい、比較してみましょう。こちら。SHP ウルトラマン a タイプでございますサイズ感はどうですかね、まあ、レッドキングってやっぱ頭長いので身長高い印象はあるんですが、まあ、サイズ感的にも特段問題はないですかね、いいですね、やっとね、このバトルも再現できるようになりますからね、嬉しいところよ。 ウルトラマンとの交戦も楽しむことができますこんな感じで首をガバッとね持っている感じにしておりますが嫌がる後輩を飲みに連れていく先輩みたいになってる背後を取ったのに顔が一回転して気づかれるウルトラマン気持ち悪いですねウルトラマンとちゃんと交戦させてみますけどもいやーいいですね雰囲気が出ておりますやはりねレッドキングも長い歴史があるのでねウルトラマンと対峙させると色々感慨深いところがありますそれに A タイプのフィギュアツのウルトラマンもまだまだ現役で遊べるっていうのがすごいですよね真骨頂出ているのにね全然この体型でも違和感がなく遊べるところが素晴らしいと思いますいやーレッドキングたまらんな遊び甲斐がありますよレッドキングのオプションパーツにはこの岩がね付属しておりますこれだけでもまあまあちょっと重さがありますねで右手首のみが一体化となっております左手は添えるだけですはい岩のパーツ持たせてみましたと手首にくっ いいているので持たせるるととといいいうううよりは繋げてるというかなんという感じですけどもでもね、このね、岩ね、やっぱ重たくてね、この専用の手首パーツの方、軸接続されてるんですが、割とね、ポロポロ取れるんですよね。あんまりね、これもね、強力にね、くっついてるわけじゃないっぽいので、普通に重さに負けて軸が取れます。そして手首も取れやすいということで、まあ、正直これはね、遊びづらいパーツなのかなと思うんだよね。まあ、なかなかこういう状態にするだけでも意外と厳しかったりする。 岩に押しつぶされるウルトラマンでございますいろいろねエフェクトパーツとか魂エフェクトの岩使うとよりね強力そうなレッドキング楽しめますよさすがに頭上に岩を持ち上げることはできないのでこんな感じでもう顔隠れちゃうぐらいなところまで持ち上げるレッドキングとかは楽しめることができますねサンプル写真でもこんな感じでしたからねほんと首が長いのでね劇中でもね首ボンボン振り回しながらねアクションしていたイメージがあるのでそういったところも楽しめるのかなと思います もう完全に岩で、ね、顔隠れてますからね。 SH フィギュアツのレッドキングでございますが、ウルトラアーツならではのクオリティの高いね、造形でしっかり立体化してくれましたと、念願のね、レッドキングのアーツでございますからね、その辺は気合入っていたんじゃないかなと思います。一般販売っていうのもね、非常に嬉しいところですよね。全体的なゴツゴツして、いびつな造形のね、レッドキングのボディもねしっかりイメージ通りに再現しておりますし、この小顔なね、感じとかもよく表現しております。 感じはしましたがそのあたりのおかげで大きく口開くことができたのも素晴らしいと思いますで岩のパーツですねあれが重たくてねなかなか扱いづらいなというところからちょっと残念でしたねもうちょっと軽い感じにできなかったのかなとは思います手首から結構ポロポロ取れるのでその辺はストレスを感じましたと全体的にレッドキングらしいアクションはできるので満足度は高いですねいや個人的にねギガスもね出してほしいですねやっぱりレッドキングといえばギガスあの二人がねボコボコに殴り合ってる 姿とととかはすすごいいい印象に残っってててるので是非とも立体化して欲しいなと思っておりますウルトラ怪獣もね非常にね人気どころは揃ってきておるのでマジで頼むぜということで僕のチャンネルではこれ以外にもウルトラマン系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではゆとびでしたありがとうございます